迷い猫オーバーランは、松友博による日本のライトノベル。集英社スーパーダッシュ文庫より、2008年10月から、全12巻が刊行されている。イラストは9巻までペコが担当していたが、10巻は、ヤス、11巻は、氷川ワヘキル、最終12巻は、三墨美里が担当した。なお、イラストレーターの変更は、編集上の事情とされている。 2010年4月から同年6月までテレビアニメが放送。合わせて、矢吹健太郎による漫画家作品がジャンプスクエア2010年2月号から同9月号まで連載。その後増刊のジャンプ SQ19 に掲載紙を移し2010年夏号及び2010年秋号に掲載された。2012年2月時点で シリーズ累計発行部数は200万部を突破している。鈴木匠は、地のつながらない屋根、ね、鈴木乙女が、オーナーのつぶれかけのよう貸し店ストレイキャッツを、幼馴染みであるアルバイトの芹沢綾野と3人で、営んでいた。物語は、人助けが趣味である、鈴木乙女が、猫マネが得意な謎の美少女、桐谷望ぞみを拾ってくるところから始まる。 鈴木家が経営する洋菓子店。乙女の両親が事故で他界したため、乙女が店を継ぐことになった。作品開始時は、オーナーの乙女に匠、アルバイト店員の綾野の3人で仕切っていたが、後に騒をすることになった望みがパティシエとなり、さらに千代と心がアルバイト店員となる。ケーキの味は特筆するようなものではなかったが、稀のおかげで味が格段に良くなる。 旅客機に改造されていた B-2 戦略爆撃機。千代のわがままで作られた同好会で匠たちも強引に巻き込まれている。学園の校舎の屋上に物質を設置しており、ストレイキャッツを第二物質にしている。スーパーダッシュ文庫館、全12巻単行本は、全2巻単行本未収録には、作画は矢吹健太郎。 ジャンプスクエアにて2010年2月号から2010年9月号まで連載した後、機関誌、ジャンプ SQ19 に移籍という形で2010年夏、号より連載を再開した。しかし、2010年秋号まで連載したのを最後に、これ以降矢吹は、同誌では、ツーラブル、マイナストラブルマイナスダークネス番外編のみを掲載しており、2011年8月に、 都合により連載を終了と告知された。いわゆるお色気漫画として描かれ、ジャンプ系統の連載漫画では珍しくヒロインの乳首が鮮明に描かれるなど、描写的にかなり過激な性的部分がある。また、ツーラブル、マイナストラブルマイナスなどやぶきの作品のキャラクターがゲスト出演していたり、集英社の漫画を中心に他の漫画、アニメのパロディが多く見られる。 2010年4月30日発売 ISBN978 から4から08から87万42から72010年9月3日発売 ISBN978 から4から08から87万108から0テレビアニメの放送に先駆け原作版ドラマ CD がフロンティアワークスより2010年3月25日に発売された担当声優は テレビアニメ版と同じ。脚本は松と博が担当。2010年4月より東京 MXBS11 他にて放送された。全員13話。スーパーダッシュ文庫の第1巻から第3巻までに該当するが、原作に沿った部分は少なく、序盤と終盤以外のほとんどがアニメオリジナルエピソードである。各話をそれぞれ別の監督が担当する。 各話監督制を採用している。第13話は、第1話から第12話までの総集編として、芹沢綾の梅の森千代、桐谷望によるコメンタリーが行われた。次回予告は、佐藤と鈴木の掛け合いが、3DCG で描かれている。サブタイトルは本編には登場せず、主題歌のラストシーンにて表示される。総集編は、DVD や、 ブルーレイディスクには収録されていない。勇者超人グランブレーバーは本作品第7話で放映された劇中アニメである。千代が作らせた作品である上、第26話、覚醒の光を1話まる放映するという形で登場人物がそれぞれの役に噴しており、次回予告以外は本編と一切無関係な内容となっている。 グランブレーバー編の登場キャラクター発売元はすべて、ジェネオンユニバーサルエンターテイメントジャパン。主題歌キャラクターズ CD、セリーザは綾の梅の森千代無国紀と地区乙女、サウンドトラック2010年7月30日、軍歌 -12572010 年8月27日、軍歌 -1258、映像特典テレビアニメ開始に関連してアニメート、TV、 響きラジオステーション、音泉にて、ウェブラジオを配信、全24回。作中で、主人公らがケーキを作っていることにちなみ、毎回様々なケーキが、スタジオに、用意されて、パーソナリティの二人が味わうことになっている。ありがとうございます。